一週間 TikTok ガチでやったら誰が一番人気になれるの？よっしゃー！どうも、めしゃまさと。はるきです。カイトです。もっちです。はい、ということでね。はい。一週間、この土曜日。ん？今日から一週間。はい。皆さんでね、TikTok をガチでやって、まあ誰が人気になれるかっていう企画なんですけれども、はい、まあこの企画の発端っていうのが、まあ YouTube 見てまして、たまたまね、おすすめのところに、TikTok これやれば、2日で有名になれるみたいな、あって、世界ぬるすぎるな。嘘だろと思って、で、TikTok 人気になれるみたいなの調べたんですよ。そしたら、ブワー出てきて、これをすれば2日で2万人。マジかと思って、そんなに TikTok で有名なの簡単なのかと思って、じゃあ1週間僕たちが本気で TikTok をやったら10万人いけるんちゃうっていうことなんですね。確かにな、計算で言ったらそれぐらいいけるな。そうな、まあ、ということなんで、まあその検証も兼ねて、まあバトル形式で TikTok を競っていこうかなと思います。はい、はい、じゃあもうそのノウハウとかを調べるのはありもう全ての技を駆使して、まあ何でもいいですよ。とりあえず、はい、まあ今新しいアカウントを、はい、まあ1人ずつ作成しまして、うん、はい、そして1週間後、そうですね、フォロワーの数で競いましょうかね。 OKOK、どういう方針でいこうかな。だから自分の顔写してポン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 もいいし、王道だよねそれが。噂によると、うん、そのおすすめに乗ればめちゃめちゃ再生数いくみたいな、100万はいくみたいな。おすすめに乗ればでしょ。100万ってえぐ。どっかでどうにかしておすすめに乗るためにどうすればいいか。乗り方がしまったぜみたいな。なんか俺の予想だけどね、なんかキャットフード食っても伸びると思うんだよ。そんなレベル。キャットフード食ってみた。まあ、じゃあとりあえず1週間後に見ましょう。はい。はい。はい。それでは。ポー。どうしよう TikTok。1週間経ちましたいや、もう普通にね、まあ、TikTok を、まあ、初めてやったんですけど、はい、おもろい普通に。そう、面白いな。うん、もうね、ハマっちゃって、もうずっとね、見ちゃうような、まあ、TikTok。どうでした撮ってみて。最初は恥ずかったね。けど、まあ、途中からもうなんか、慣れた。そんなに民度低いの。そうなの。3日目ぐらいかな、やんなるぐらい。いや、そんなに。かわいそう。新しく投稿したやつが、ヒットしないでくれって思う。マジか。ずる。ヒットしちゃったら、やっぱ嫌じゃん。だるい。マジで？めっちゃ気にしなかった、再生回数。1時間ごとに気にしてたんだけど、結構。じゃあ、見ていきますか。誰から行く？もっちじゃない、やっぱ最初は。俺じゃないでしょ。やっぱ初動が一番なんかさ、何もなかったじゃん。確かに。俺らはなんか8フォロワー、6フォロワーとか言ってたけど、お前ゼロだったから。確かに。俺でいい。お前からみたい。そんな、いや、違う。違う、別に。こいつ5000人ある。行ってない、マジで。動画見たくね。まず動画見た。一番お前の中でバズってる動画。再生数が回ってる動画見して。あー。僕が最高ね。はい。最高746です。おー。いいねは何？いいねは5かな。あー、自分入れて5っていうね。持ってんじゃん。いきます。え？いいですか？何これ。はい、よくあるやつな、この合わせた方がいい。使わずにやるやつね。絶対おもろいじゃん。めっちゃこすんじゃん。いや、痛いやつやお前それは。お前めちゃめちゃ体あるじゃん。っていうやつなんだ。最初からそのおもろさ出されるの無理だろ。お前おもろ。でね、ちょっともう一個言いたいことがあって、はい、これ手を使わずにテーブルクロス引き、テイク2なんすよ。はい、テイク1上げたんすよ。はい、コミュニティガイドライン引っかかりました。マジ動画消えました。乳首じゃない、乳首。じゃあ面白くないで、フォロワー見ていいっすか。いいっすよ。6ですね。6に6おい6そ、伸びなかったの。いや、こんだけやったのに全然見てくれる人いない。ちゃんとやってんじゃん。ちゃんとやってるんだよ。なのにマジで伸びなかった。ということでフォロワー6人。6人でした。なるほど。次どうします？俺？いや、俺が行く。じゃあ、カイト顔で。そうなんだ。最初勢い良かったよ。
勢いが良すぎた。まず回数が、はい、1052回。やばっ、やばっ、めっちゃ伸びてんじゃん。けど、なんでだよ。別にそんな大したものじゃなくて、おすすめ載ってたらしくて、おすすめ載ってるよっていうコメントが、はいはいはい、何もしてない、もうこれだけ。これだけで、これが1000、これが一番伸びてん。へえ。フォロワーは、フォロワーですか、10人です。あー、もっちもう、 うわ、顔なんだ。でも結構投稿してるわ。あー、まあでも量がねどういうこと。なんさ、はい、10フォロワーということでね。うわ、暫定1位。自信ある顔してるよ。うわ、いや、ガチで、いや、ほんと変わんないよ。唯一違うのは、あの、まあ、アイデンティティを求めまして、まあ、その YouTube で、まあ、調べたら、アイデンティティを確立させると伸びやすいみたいな、あとハッシュタグねって書いてあったんで、はい、うん、まあ歌かなと思って、はい、歌を上げてたんですけども、再生が一番多いのは、は違うんですね。あ、違う、743。おー、同じぐらいじゃん。いいねは、これのいいねは2です。あー、2なんだ。皆さんこんばんは、のせです。今日から罰ゲームで1週間鬼パン生活でございます。鬼パン終わったの、そういえば今入ってる。皆さんこんばんはっていう感じですね。フォロワーの方は、フォロワー、はい、こちらです。いや、すごっ、11人。やば、一人上、すごっ、一人上。あ、歌系か。7個ですね。いいじゃないですか。いいね、勝ちました、カイトに。くそ、暫定1位です。しゃー、じゃあ大本命。ちょっとこいつから聞いちゃった情報があって、うん、夜中マック行ったのよ、うん、この TikTok の期間にな、期間にね、うん、俺全然伸びねえわって話したら、こいつが、いや、俺おすすめ乗ったけどねっていうことを聞いちゃって、まあ、いやーってなった。いや、でもわかんねえ、だって俺だって乗ってるから。そっかそっか。まず1個戦略として、はい、まずアイデンティティ確立させました、うん、俺も、はい、全部真顔です。それなるほどね。15秒で、あとはトレンドのところ、ハッシュタグ、人気のハッシュタグだけやりました。攻めました。で、一番伸びてる動画の再生数が、はい、77.9K です。はぁ、やば何回、7万7000回ぐらいじゃないですかね。バカ伸びしてるやんけ。で、まあ、それのいいね数が1013です。もうレベチ、レベが、レベルがちげえ。コメントが77件。レベチ、レベルがちげえ。見てください。まあ、この前撮ってたやつか。いいじゃん。1日目に撮ってたやつよ。これだけ、なんでだよ。来ましたね、7万7000再生ぐらい。おかしいだろ、なんでだよ。あと、フォロー返しますっていう。あー、やっぱり結果、俺もやった。フォロワーの方が、はい、こちらです。628。おい、あ、一緒なんで628。しかしいだろ、メッセージ99プラス。やば、なったことね、待っとるやろ。なったことね、止まりまくっとるやん。